ドン・キホーテ。ねえ、ドン・キホーテって知ってる？それは自分のことを伝説の騎士だと思い込んだ男、ドン・キホーテがお供のサンチョ・パンサを引き連れ旅をする冒険小説なの。笑われてもバカにされても、彼はただひたすら自分を信じて突き進む。巨大な風車に立ち向かい、諦めずに戦い続けるの。そんな人が本当にいてくれたら、きっと闇の中で苦しんでいる子供たちを無茶を承知で救い出してくれる。私は小さい頃そんなことを夢見てたの。ドン・キホーテ、早く来てって。なるほどですね。今回の入れ替わりは、いわゆる衝突するとか、階段から一緒に落ちるとか、落雷を受けるとか、まあ当の本人2人がその原因を認識できるパターンではなくて、なんだかわからないうちに入れ替わってしまっていたってことでした。想定外でしたね。まあ確かにね、空が赤と黒の雲に覆われて怪しく光ったりはしてましたけどね。でまあそれだけに、それぞれの表現ぶりっていうのは際立ったわけでね。その入れ替わり方で最初って思いながら見てたんですけども、でも2人の演技が本当にすごくって、うん、あ、本当に入れ替わったのみたいな感じにちょっとこう気持ちが入ってしまったんですよね。その辺が面白かったですね。しかし城田を演じる松田翔太が自分の両手を見た時は、まさかなんじゃこれやと、亡き父松田優作の太陽に吠えるでの殉職シーンをパロってしまうんじゃないかってね、ちょっとドキドキしたんですが、結局のところはなんだこの細い指は、さすがにそこまではできませんよね。でそれから、お前が俺で俺がお前でってサバシマが言ってましたが、あれは映画転校生の原作となった児童文学、俺があいつであいつが俺でをリスペクトしたセリフなんでしょうね。なんといっても小林さとみさんが出演されてるわけですからね。ただそれにしても、高橋克実がドライヤーいらないじゃないですか、お腹もブヨブヨだしなんてね、あまりにも自虐ネタのオンパレード。まあ多分にあれは本人のアドリブによるところなんでしょうけどね。ねえ、まあご本人好きそうですしね。とにかくあの二人はとことん役を楽しんでるっていう感じがして。ちなみに主人公の城田正隆を演じる松田翔太自身は、今回の役どころや物語の設定に関して読売オンラインのインタビューで、連続ドラマとして入れ替わるという設定がファンタジーすぎてもリアルすぎても良くないと思うのですが、そのバランスがいいなと感じました。児童相談所が舞台ですから、いじめとか虐待とか難しい社会問題が出てきます。ディープになりすぎるとドラマとして見ている方々も疲れてしまう。でも僕たち作り手の思いや気持ちはきちんと残していきたい。そのあたりが入れ替わりという設定の中でうまく表現できたと思います。最初に入れ替わる前の城田本人のシーンがあるので、ある程度自分が演じる役のことは分かっていますが、相手のサバシマがどんな感じかは始まるまで全く分からない。でも最初の本読みの時、打ち合わせもしていないのに違和感なくできたんです。城田というのはマニュアル通りの青年で、自分の思いよりこうしなければという思いが強くて、それを盾にしているところがある。一方サバシマはそういうことが一番嫌いで、自分の思い重視、それが時にうまくいかないという、とてもわかりやすい対照的な性格です。現実というか、状況を見て反応していくサバシマと、ある程度想定しながらやっていく城田と、お互いのいいところと悪いところが逆転しているのが良かったと思います。それから、この役を演じるにあたって、子供の時の気持ち、子供の時こういう思いだったな、ということを思い出すように心がけています。僕も小さい頃、つまらない大人になりたくないと思っていたので、とにかく単純なんですよ。だから共演の子供たちと話していると共感するというか、そうだよねと思うことが多いです。例えば普段生活していておかしいじゃないかと思うことは結構あったと思うんですよ。でもいいのってごまかされたりする。だから子供からおかしいよねって言われた時、おかしいよって返したらどうなるのかなって思うんですよね。逆に大人を求めてくるかもしれないし、自分で考えてなるほどって納得するかもしれない。そういうことをこのドラマでやってみたいですね。なるほどね。でもちょっと気になったのは、入れ替わってからあの城田の性格っていうのが結構前向きになってませんでしたか？ああ、確かに。だっていきなりちゃんと仕事してくれないと、後目問題に関して継がないって宣言しちゃうなんてね。完全にヤクザの組長を脅してましたからね。でそれに対して従わざるを得ないっていうのもね、あの城田の体っていうのが本当に弱っちくって
まあそれにしてもこれからですね、まさに草食系の白田の体と、それから骨付きカルビをむしゃぶりつくサバシマの体、うん、このあたりもちょっとした見どころになってくるんでしょうけどね。それと、うん、サバシマ組の方があまり描かれていなかったので、ね、子分たちや極妻のあゆみさん、どういう風な反応をしていくのか、その辺も楽しみですよね、うん、まあね、いわゆる白田の方がドンキホーテでね、それからサバシマの方がサンチョパンサっていう役割になって、だから物語の中心っていうのはどうしても児童相談所の方になっていくっていうような気はするんですけどね、まあでもコメディ要素をですね存分に出したいんであればね、なんだかんだ言いながらサバシマ組での騒動を描いた方がね、これ単純に笑えるような気はするんですが、そして気になる初回の視聴率は 11.7、 うん、まあまあって感じでしょうかね。そうですね、まあ中身からすればですね、もうちょっと言ってもいいかなとは思ったんですが、ということで最終的にどうやって2人は元に戻ることができるのかってこともやっぱり気になるドンキホーテ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、